The Ise Grand Shrine, located in Ise, Mie Prefecture of Japan, is a Shinto shrine dedicated to the Sun Goddess Amaterasu. Officially known simply as Jingu, Ise Jingu is a shrine complex composed of many Shinto shrines centered on two main shrines, Naiku and Geku. Then, what is Ise Shrine for humans as well as for Japanese? Let's think about the mystery in this video. 伊勢神宮です。この伊勢神宮は日本人のみならず人間にとって何なのでしょうか。その謎についてこの動画の中で考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。まず皆さんに知っていただきたいのが伊勢神宮、内宮、外宮の位置および位置関係ということになります。伊勢神宮、内宮です。この本殿の屋根の方向はですね、正確に東西を示しています。右が 90.00 ですね、左が 270.00 です。同じように外宮もですね、右が東ですね、90.00、 そして左が西 270.00 を示しています。まあ、東西を示しているということなんですけども、右のラインですね、東の方へラインを伸ばしてみますと、正確に太陽系、地球だけじゃないんですよ、太陽系でも最大級の火山タミュマッシフの方向を正確に示していることが分かります。赤いラインがですね、外宮からのライン、水色のラインが内宮からのラインです。で、中央に見えるのが、まあ、地球、この太陽系最大の火山と言われているタミュマッシフです。つまり伊勢神宮の東にはですね、タミュマッシフが位置するということです。ではその伊勢神宮からですね、左西の方へ行ったらどこへ行くかということなんですけども、特に目立った遺跡あるいは意味のある遺跡に行くということはありません。ただ伊勢神宮、内宮、外宮からですね、西に 270.00 で行くとですね、ほぼ、まあ、その進直線下に沖ノ島、あの沖ノ島があります。でその沖ノ島でのエラーはですね、 3.43km です。つまり伊勢神宮、内宮、外宮から 270点で進むと沖ノ島にやってくるということですね。まあ、沖ノ島はそのような絶妙な位置にあるわけですけども、偶然というには、まあ、ちょっと無理があるということで、そのことはもう少し後で説明します。でこの伊勢神宮、内宮、外宮についてですね、私が大変興味持っていると言いますか、まあ、その特徴の一つとしてですね、この屋根を見ていただきたんですけども、奇妙なルーフトップがこしらえてあります。屋根からですね、天に向かって2本の剣のようなものが伸びています。で、私はですね、このルーフトップは、つまりは
天文観測装置であると判断しています。それについてはこれから簡単に説明しますけども、このルーフトップは何のためにあるかということですね。内宮にもあります。そして外宮にもその本殿のルーフトップにそれがあります。注意深くご覧ください。普通にはないと言いますか、奇抜と言いますか、特異なルーフトップということになります。このルーフトップは何かということなんですけども、大変幾何学的な形をし、そして中が、空洞になっていると言いますか、穴が開いているということですね。ではこれは何のためかということなんですけども、検証してみます。で、そのルーフトップを見ていただきたいんですけども、ちょうど、この、位置はですね、東西にそれが、位置しているということですね。屋根の両端が正確に東西の方を向いているということです。そこでピンとくるのが影ということになります。右下に模型を作ってみました。で、太陽光線がですね、正確に、横から当たりますと、その影は反対側のそのルーフトップに当たってですね、影を作ります。つまりきれいに光が消えてしまうということですね。簡単に実験してみましたけども、右上がですね、これが、外れている時ですね。しかし、太陽光線が正確にこのルーフトップに当たりますと、反対側のルーフトップに影ができて、つまり光を消すということです。つまり太陽がですね、正確に、東から昇った時には、そのルーフトップの一方がですね、影を作って見えなくなるということです。つまりこの2つのルーフトップはですね、日の出、朝日が昇ってくるときにですね、真東にから昇ってきたときに、その日時といいますか、日を示すということになります。太陽光線が当たっているときにはですね、そのように白くなっているわけですけども、ルーフトップがですね、正確に、と言いますか、太陽がですね、正確に東から昇ったとき、その日の出のときにですね、そのルーフトップが光を受けて、そして反対側のルーフトップに影を作るということです。そこで、伊勢ですよね、伊勢市で調べてみましたけども、伊勢市ではですね、いつその、東に太陽がやってくるかということを調べてみました。で、中央に伊勢市ですけども、今これが4月頃ですね、4月から5月にかけて、ちょうど太陽が昇る位置がですね、北方の方に移動します。今、7月ですね、7月で8月になります。そして9月になりますと、太陽が昇る日の出の方向がですね、ちょうど9月から10月、10月から11月ですね、ごめんなさい、10月から11月にかけて、つまりその太陽がですね、東から昇る時が1度あるわけです。つまり年に2回ですね、太陽が、伊勢神宮に対して東から昇る時があるというわけです。で、10月、3月ですね、これ3月、そしてもう一度は3月ですね、3月から4月にかけて、東から太陽が昇るということですね。その時に、その先ほど言いました伊勢神宮のですね、内宮、外宮の本殿の奇妙なルーフトップが光を受けて反対側に影を作るということです。ここで重要なのは3月から4月にかけて、そして10月から11月にかけてということですね。年によってですね、日の出、日の入りの時刻が多少微妙にずれてきますから、正確ということではないです。ともかくもう3月、4月、そして10月、11月にかけて、その東からですね、太陽が昇り、ルーフトップの一方が暗くなるということです。それで伊勢神宮のですね、大祭の年間行事を調べてみました。3月から4月、あるいは10月から11月にかけて、どんな行事があるかということですよね。で、特に3月と10月に注意していただきたい、いていただきたいと思います。1月ですね。で、こうした例祭、大祭があるわけですけども、言葉の使い方間違えていたらごめんなさいね。2月です。で、こういう、分かりやすく言えばお祭りがあるということですけども、これほどまでにね、濃密な宗教的儀式を2000年という年月を超えて現代に伝えている宗教というのは、世界でも類がありません。例がありません。それだけ日本はですね、そういう国だということです。で、3月もそれほどないんですよね。で、4月に入ります。それから5月ですね。で、10月にもう一度、太陽が、
まあ、東から登って、そして、そのルーフトップに影を作る時がやってきます。6月です。その大祭礼祭の数を数えて見られたらいいんじゃないかと思いますけども、これほどまでに濃密な、儀式をですね、今に伝えているということです。で、8月ですね。で、9月になります。ところがですね、10月になると大変多いんですね。はい。で、その10月を皆さんにご覧いただきますけども、一つですね。それから、こうしたその大祭が行われるわけですけども、1日ですね。3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、7つ目、8つ目、9つ目ということですね。つまり10月というのはですね、伊勢神宮にとってはですね、大変な月ということになるわけです。つまりちょうどですね、太陽がですね、真東から昇ってくる、日の出が真東にからやってくるということなんですね。ですから何らかの関係があるんじゃないかと私は考えています。こんなこと言いますとね、何かしらどこかこじつけっぽい話になりますが、そう判断するのはちょっと待ってください。それにはと言いますかね、伊勢神宮が天文観測所であったと私が判断する理由はもう一つあります。それについてはこれから述べていきますけども、要するに年に2回、毎年ですね、3月から4月、それから10月ですよね、10月から11月にかけてですけども、3月と10月には太陽がですね、一度、伊勢神宮から見るとですね、真東から昇る時がやってくるということです。ですから、その時にね、それを知らせるために、先ほど言いましたルーフトップがあると考えてもおかしくないわけです。で、なぜそのように考えるかということなんですけども、その前にもう一度ルーフトップが作る影をですね、確認しておいてください。屋根にですね、このような奇妙なルーフトップが作られているということですね。そして、このルーフトップがですね、東からの太陽光線を浴びるとですね、今ちょうど下にその模型で作ってありますけども、このような影を作るわけですよね。綺麗な影ができるんですよね。そして、東から日の出を受けるとですね、このルーフトップが影を作って、反対側のルーフトップをきれいに、影で塗りつぶすと言いますかね、左側のルーフトップに影を落とすということになります。で、下が今、ちょうどね、当ててみましたけども、このような形で、影を作るわけですね。その時に、その神官たちがですね、おーい、その日が来たぞーと言って、大祭を始めたということも十分考えられるわけです。光を受けていない時は明るい。しかし、反対側のですね、ルーフトップが朝日を浴びて、そしてその影がその反対側に映るとですね、下のように、黒くなるということです。つまり、こうしてその日を知るということがですね、この内宮外宮の本殿の屋根のルーフトップの役目ではなかったかと考えています。で、このようにして、その日を知ったということになりますけども、もう一度確認しておいてください。このようなルーフトップなんですね。それから穴が開いてますからね、かなり正確に、例えばね、その前後の日のそのズレをですね、そこに映るその影によってですね、知ることができたんじゃないかと私は考えています。太陽はですね、限りなく平行線を作りますから、きれいに重なるというわけです。ちょっとね、光を、消したり、影にしてみたりしてますけど、つけたりというのはおかしいですね、光が当てたり当たったり、影を作ったりしていますけども、このような形でその影を見ながらですね、その日を知ったということです。これはあくまでも仮説ということになりますけども、ここまでだけでしたらね、皆さんは多分、空想的な仮説というふうに考えられるかもしれませんけども、なぜ私が伊勢神宮もですね、もですね、天文観測所であったかというふうに考えるのかというには、もう一つ理由があります。についてはですね、ちゃんとした理由があります。で、この地球を見ていただきたいんですけども、この今ちょうどこの今降りてくるところがですね、加茂岩倉遺跡です。日本でその銅鐸がですね、多数見つかっているところです。で、この白い線がですね、出雲大社と、
伊勢神宮をつないだラインです。つまりこの加茂岩倉遺跡はですね、出雲大社と伊勢神宮をつないだその新直線下にあるということ、あるということです。エラーはゼロです。このゼロというところが大変気になるわけです。何かしら計算されているように思うわけですね。でこの銅鐸というのは簡易天文観測装置施設バイ林宏とつながっていくわけです。そして出雲大社もですね、天文観測所であったということは私のナスカ理論を使って証明しました。でこれがその時に言いますか動画なんですけども、本殿がですね南の方にこのように建てられていました。そしてこの太陽がですねその石に来ると本殿を突き抜けてですね階段を駆け下りて、そしてまあその日を知らせたということです。角度的には夏至と冬至の日を示したと示していたと私は考えています。ですから創造復元模型においてもですね2種類あるいは3種類表現されています。つまり本殿は一棟だけではなかったということですね。つまり、階段が、まあ、なだらかな階段とそれから急な階段とあったというわけです。そこで出雲大社周辺のですね夏至冬至の日のですね、角度を調べてみますとちょうどこのような角度位置関係になるわけです。左が夏至の時の、まあ、位置ですね78度ですね。右が冬至の時の、まあ太陽の位置ですけど32度ちょうどその、まあ、角度がですね模型で復元されている位置関係と一致しているということです。この模型というのはかなり正確にね、まあ、考古学的に、まあ、調査して作られた模型というふうに考えています。ちょうど見ていただくと分かりますように一番奥の方に緩やかな坂の本殿がありますね。これは冬至の時の日を示す本殿だったとも思われます。で右の方はですね角度が急ですよね。まあその夏至ということになるわけですけども、その間にあるのが、まあ、例えばですよ、春分あるいは秋分の太陽の位置を示す、まあ、本殿であったというのも考えられるわけです。で、出雲大社イコール天文観測所説ということになるわけです。インドのジャンタール・マルタルとはですね、ナスカ理論によってナスカでラインでつながります。まあ、それについての動画は別のところで詳しく説明しましたので、ここではまあ簡単にまあ述べていきます。伝えていただくとですね、出雲大社は天文観測所であったと、その出雲大社と伊勢神宮をつないだ新直線下に加茂岩倉遺跡がある。その加茂岩倉遺跡というのは銅鐸のまあ工場のような場所であったということですね。その銅鐸はですね、つまり天文観測簡易天文観測装置であったということを、まあ、このもう今から、2013年ですから今から8年前にそれを証明しました。銅鐸とは何かということなんですけども、簡易天文観測装置であったというわけですね。まあ、多くは前方後円墳の近くにおいて、前方後円墳そのものがですねカレンダーになってますから、その中央においてですね太陽暦で、まあ、前方後円墳の、まあ、太陰暦によるそのいわゆるズレが出てくるわけですね。太陽暦と太陰暦の間でズレが出てきますから、そうしたズレをですねこうした装置を使って古代の日本人は調整していたということになります。で右下の方で私が説明していますけども、まあこの動画はですね、また別のところでご覧いただくようにしますが、ともかくも簡単に言えば、簡易天文観測装置であったということになります。まあ、左の方はですね、これは同郷に掘られました北極海の地図をですね、皆さんにご覧いただいているところです。正確に、写真のように正確に、まあ、同郷、長持山古墳の、ね、大阪府の長持山古墳から出土したこの同郷にはですね、北極海の、地図が正確に彫り込まれていました。まあ、それについても別のところで詳しく精査していますので、そちらをご覧になってください。つまり、ただ単なる鐘ではない、ただ単なる鏡ではないということをですね、左の方で説明しています。そして右の方で、銅鐸とは何かということなんですけども、それを説明しています。で、まあ、この説明については、まあ、今皆さんにお聞きいただけるようにしますけれども、まあ、つまり今以上のことをですね並べて考えてみるとですね、つまり、伊勢神宮がですね、まあ、こうした大きな流れから外れてただ単なるシュライン神社であると考えるのは無理があるということではないでしょうか。まあ、その銅鐸についての、説明をですねではしばらくお聞きください。また後で結論を皆さんに申し上げます。
英語版には次のようにあります。銅鐸は比較的薄い青銅を溶かして作られ、豊かに装飾された日本の鐘である。銅鐸は紀元前2世紀頃から紀元後2世紀頃までおよそ400年間使われた。その時期は弥生時代後期に相当する。そして銅鐸はほぼ宗教儀式のためだけに使われた。その表面には自然や動物の豊かな装飾で飾られ、トンボやカマキリ、クモなどの図柄もある。歴史家たちは銅鐸は有害な昆虫という敵に対して豊穣を願って作られたものである。日本の民族学によれば、銅鐸は例えば見張り台の鐘として、特に朝鮮半島からの侵略者に対して侵略された時などの緊急ベルとしても使われていた。見張り人が侵略者を見つけた時、銅鐸を警告として大音響で叩き、それによって人々は宮所有物を隠したり、戦士に対しては警告を与え、敵に反撃するための準備をさせた。広し林、浜松市、ジャパン。銅鐸は金であったというのです。金ですね。で、このように吊るして使ったというのです。まあ、この中心の穴にですね、ロープを通して、そして吊るして使ったというのです。で、左は、これは鐘です。作りが全く違います。ヒレと呼ばれている上の薄い部分ですね、そこはあまりにも薄いです。で、右は模型ですよね。作りが全く違います。で、この中心部はやや分厚くなっていますけども、全体には薄いです。この薄いヒレにですね、ロープを通して吊り下げたら、強度が持ちません。ロープとヒレは一体化しますから、揺らした途端に根元のところで折れてしまいます。そんなことは、多少この世界に詳しい方ならわかるはずです。ひょっとしたら中学生でもわかるはずです。が、それでもこのように紐を通して、そして吊るして使ったというのです。模型で展示してある銅鐸とは作りが全く違います。繰り返しますが、ヒレは薄いです。そのヒレの部分にですね、ロープをかけて吊るしたらどうなるか。皆さん自身で考えてみてください。銅鐸、鐘説のおかしさは、この一点に集中すると私は考えています。右はこれ模型です。模型は大変分厚く作られています。これも模型です。全国ほぼどの考古館にもこうした模型が飾られ、そしてそれを見に来た子供たちにそれを叩かせています。つまり、銅鐸は鐘というわけですね。が、銅鐸は鐘ではありません。簡易天文観測装置です。by 林浩司説です。まあ、このようにですね、太陽光線を受けて、そして、矛と呼ばれている、これは針なんですけども、それをそこに刺し、そして、太陽の高度を知り、一年を知り、季節を知り、月を知り、そして、日時計としても使ったものと思われます。それをこの動画の中で改めて皆さんに説明します。Hello, this is Hiroshi Hayashi.
Hamama City, Japan. Here in this、video clip, I'll show you how to use Dotaku、Japanese bronze bell、in the field. 皆さんこんにちは。今日は Dotaku の使い方を説明いたします。One, two, three, four, jo, jo, German Jin. Five, six, seven, eight, jo, jo, German Jin. これが銅鐸の模型です。まあこういう形をして座りが良くなってるんですね。で、これをどこに据え付けるかが問題なんですね。で、まず平らな場所、見晴らしの良いところを探します。見晴らしの良いところが第一条件です。そして平らな場所ですね。銅鐸というのは大変当時は高価なものだったと思われます。今でいう貴金属なんですね。ですからまあ粗末に扱うといいますか、そういうことはできなかったはずなんですね。ですから使わないときは普段は、まあ、土の中に埋めて隠しておきました。その時に隠すときにですね、まあ、これをヒレというんだそうですけども、ヒレを上にして柔らかい、まあ、草藁の中に入れます。でないとね、これ横にしますとね、土をかぶせた時にここ強度が弱いんですね。模型でもペラペラですから、ですからこんな風に入れますとボキッと折れてしまいますね。ですから、土の中にしまっておく時には必ずヒレを立ててしまっておきました。まあそれはいいんですけども、こうして銅鐸のまああるわけですけども、この設置場所なんですね。地盤は硬いほどいいです。もちろん平らな方がいいですが、まあ、普通はだから小石を敷いたりね、砂利を敷いたりして作ったわけですけども、ここにこういった切れ込みがあります。この切れ込みは銅鐸によって雑なものもありますし、丁寧に作ってあるのもあります。でこれは 何のためになるかといいますとですね、こうして木を入れるわけですね。こうして木を置きます。そして2箇所置きますね。こうしますと仮に地面が柔らかくても下にめり込むことはありません。こうして地面の中、地面にこうして置きます。まあ今あの木の上に置いたわけですね。で次に重要なのが、この天文観測装置ではですね、水平を取るということが何よりも大切なんですね。水平を取る。ではどうするかというと、銅鐸というのはですね、こう側面とか前面には模様だとか絵が線がいっぱい書いてあります。しかしこの上面にはツルツルなんですね。なぜツルツルかと言いますと、水平を取るためなんです。実験をしてみましょう。これは鍋の底です。まあ銅鐸の上面と考えてください。ここにこうして水を垂らしますね。見えますかね。そしてこれが水平な時は水が溜まります。ところがほんの少し傾いただけでも水は流れていきます。わかりますか。今度こっちへ傾けてみますね。こっちいいですか。まあこういうふうに並べ流れていくわけです。ただし水には張力というものがありますから、張力というものがありますから、まあエラーと言いますかね。でもこれ割とね、私張力があると言いながらも水の膨らみであるとかね、そういったもので割と正確にこの水平が取れるわけですね。まあちょっとやってみましょうか。見えますか。まあこういう原始的なやり方で申し訳ありません。鍋の底を利用してやってみました。ですから銅鐸のこの表面はうっとツルツルなんですね。ツルツルなんです。しかしもっと合理的な方法があります。それはここに後ろと前、極めて正確に等間隔、またこの上からきちんと寸法が取られて開けられたこの四角い穴なんですね。なぜこの穴があるかでしょ。これから皆さんにお見せしましょう。
先ほど言いましたように銅鐸がですね、動かないようにこうして木を刈っておきますね。こうしますと安定感がずっと良くなります。ないとですね、柔らかい地盤だったらしばらく使ってますとめり込みますからね。で、まあ、これをこう置いて銅鐸を置きます。そしてですね、ここで重要なことはですね、見えますかね、この穴を覗くんです。こうして、穴を覗けます。もう一度近くでやってみますね。こうして穴を覗けます。そうすることによって向こう側の穴を見ることができます。つまりこれで地平線水平線と合わせることによって、いわゆるお水平だ、もうちょっとしたらこうこうだっていうふうにして、向こうの穴とこちらの穴と合わせて、そして水平線を取るわけです。今度は反対側から水平線を取ります。こうしてまあ二方向ですね、斜めにも取れなくはないんですけどもね、こうして、まあ合計8方向から水平線を取ります。これが銅鐸の使い方の基本なんですね。いわゆるこの穴は水平を取るためのものである。そしてこの表面がツルツルなのは 水などを置いてですね、こうして置いてですね、そして水平を取るためのものであるということなんですね。で、これをまあヒレというわけですけども、これはヒレではありませんね。まあいいですけども、これは太陽光線を作る正確に受け止めるものなのです。で、どうやって取るかですけども、この水平が取れればですね、いいですか、水平が取れればいいですか。今度はその日の朝日の昇る方向と夕日の沈む方向を調べます。私のうちではこちらが西になります、こちらが東になりますので、この朝日の入る方向でここにシャープな影ができます。この影の実験はこの続くビデオの中で示しますので、そちらをご覧になってください。ここにシャープな影ができます。そして朝日が昇る方向と夕日が沈む方向の影を調べます。そしてこの影がですね、ちょうど端がこことここへ来るようにすればいいわけです。そうしますとこういうふうに回しながらね、回しながら朝日が作る影、朝日が作る影と夕日が作る影をここでこの高さを同じにします。わかりますか。歪んでますとこれがこうずれますからね、こっちやりますとこうずれますからね。この、実験はこの続くビデオの中でしますので、今言いましたようにそちらをご覧ください。今日はちょっと曇りなもんですからね、まあ撮影にはいいんですけどもね。要するにこうして水平を取り、そして正確に南北を取りますと、このヒレが真南を向くことになります。ここが重要なんですね。真南を向きます。そして南中線を取ります。これが銅鐸の基本形です。そして、針が必要ですよね。針、そこでこうした針を使います。これを日本では銅鉾、剣と呼んでますけども、これは剣ではありません、針です。こうしてここにまあ銅鉾の世界ではですね、これ鉾、刀と言うんですよね。まあ刀のように見えるから、まあそのように名前付けられたんでしょうけども、ここに耳と呼ばれてる、まあこうした部分がついてるんですね。いろんな名前がついてますけど、そんなのはどうでもいいです。そしてこれをこう刺します。これがですね、まあ縄文人の知恵なんですね。極めて正確にですね、この上から見た時にですね、これも続くビデオの中で実験してみせますからご覧ください。ここに影ができるんですよ、この下のところにね。で、この耳のところでちょうどいわゆる穴を止めることができるんですね。穴というか、もうこれ以上落ちていかないようにね。わかりますか。このヒレのところで、止めることができるんですね。この穴についてはですね、2つある銅鐸と1つある銅鐸とあります。まあ、要するにこの穴にこう刺して、この耳のところで止めるわけです。そして針を作るんですけど、どこが優れているかといいますとですね、太陽光線がですね、影を作りますが、その時にこれが一直線になりますよね。直線になるんです。そうしますとね、ここでやってもここでやってもここでやってもね、一直線になった場合には、ね、横から見た時の角度は変わらないんです。これが銅鐸の優れたところですね。
そしてこの一直線のところで影を落とします。そうしますとこれは日時計としても役に立つわけですね。こういうふうに、まあ、今こういうふうに南を向いてますね。でこうして影の方向を、調べることによって、まあ、ちょっと横にやってみますと日時計としても役に立つが、それだけはない、それだけではないんですね。銅鐸というのはまさに天文観測装置なんです。でちょっと本物を見ていただきますけども、これは、浜松市の隣の西の谷遺跡で見つかった銅鐸です。これは本物ですね。で今これは東博に行っているそうです。東京国立博物館に行っているそうですね。でそれを大きくしたものがここなんです。ここの中に目盛りが刻んであります。これはあの資料になりますので、必要な方はここでポーズしてこの、銅鐸のですね目盛りを見てください。この目盛りがまたね絶妙なんです。どうして絶妙かと言いますと、ここの一番外枠の目盛りは29個あります。ここの2番目の目盛りは24個あります。そしてここの目盛りは13個あります。これが何を意味するかはもうお分かりですね。純粋退院歴です。29あるということは1ヶ月は29日という意味です。ですからここのメモリをちょっと見ていただきたいんですけども、これが1日、あれ逆かもしれませんよ、昔のことですからね。1,2,3,4,5 と並んでます。6,7,8,9,10とあります。ですから何らかの形でまあ印をつけていけば、今日は1日、今日は3日、今日は5日、今日は7日と分かるわけです。そして12、12、24がありますからね、12、12で24になるわけです。そしてこのメモリもやはり1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月となるわけです。そして1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ときて、次の1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12と来るわけです。そして12,13ときたら、その次は13がですけども、ここにちょっと厚みのある部分があります。ここには60、60のメモリが刻んであります。飾りなんかじゃないんですよ。そして今度は逆向きになるわけですね。今度は1月、こっちですね、2月、3月、4月、こちらの方が白く抜けてます。これが本物のメモリだという意味です。わかりますか。こちらもそうですね。これもあの1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、これ白い方がメモリなんです。この線が入っているのは、これは、まあ、背景ですよという意味なんです。ですから今度はこっちを数えます。ここが重要なところですよ。よくご覧ください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13があります。すなわち、12、12、13ヶ月。12、12、13ヶ月。12、12、13ヶ月となります。これが銅鐸のカレンダーとしての役割です。がそれだけじゃないんです。この岩田市で見つかった銅鐸、これは西の谷で見つかったんですけども、そこの緯度を調べてみました。 34.49 度です。これは 39.49 度のところで見つかった銅鐸なんです。ですからここに切り込みがあります。この切り込みとこの中心角の角度を取りますと、まあこれはあの分度器で取ったんであまり正確じゃないかもしれませんけど、まあプラスマイナス1度前後のエラーはありますが、54度なんです。この角度がですね、54度なんですね。わかりますか。ということはここの切り込みのあるところはちょうど春分の時の太陽の南中高度になるわけです。わかりますか。古代人の気持ちが、ここが重要なんです。古代人の気持ちになって考えてください。銅鐸といって、これは金なんかじゃない、今でいう貴金属なんです。大変な、まあ、高価なもんだったんですね。それを村人たちが一生懸命お金をというか、まあ、その何かを差し出して交換して手に入れたものなんです。そんなもので楽器にして叩くと思いますか。まあそれは私の批判ですけども、要するにここに、まあ、ここに切り込みがあるということは、これはその秋分の時の太陽の南中高度を指します。
そして太陽がこの位置に来た時にですね、真南、これ真南に向いてますからね、ヒレは。で、この時来た時に、おい、春だぞ、これから田植えだぞ、秋だぞ、収穫祭だぞ、と言って、村人たちは祭りを祝ったものと思われます。さて、こうして、銅鐸はできました。で、これは金なんかじゃない。仮にここに紐をつけてぶら下げたとしたら、ここの強度が持ちません。これは溶接しているわけでもないんです。そしてヒレというのは、これから皆さんあちこちの銅鐸を見ていただくと分かりますように、大変薄いものです。本当にヒレのようになっているんですね。ですからこれがですね、鐘のようにこう揺れたら、もうガーンと叩いた瞬間にここが折れてしまうと思われます。また叩いたんなら、ここに傷があるはずです。でも銅鐸どれを見ても傷はないんです。で、今度は苦肉の策として中に振り子をつけたというわけですね。そうしましたら中にも傷があるはずですし、まあ厚いといっても薄いもんですから、ガン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 やってればね、傷がつくはずです。しかし中は、まあ私は残念ながらあちこちで見せてほしいということを懇願したんですけども、まあ見せていただけませんでした。そしてこの穴は2つありますけども、この穴は言うまでもなく、まあこうして銅矛ですね、これは針ですよ皆さん。死者に弔うために入れた刀であります。それは現在の発想ですからね、まあ、要するにこの穴は覗く。そして今もう一度言いますと、ここが絶妙なんですよ皆さん。いいですか。これが29日あります。1ヶ月は29日です。純粋退院歴です。そして12、12、1年目2年目、そして13ヶ月で3年目、12、12、13でやった。そしてここに切り込みがあるのは、今言いましたようにちょうど54度のところにあります。これは磐田市、この銅鐸が発見された磐田市の西の谷の中分、春分のいわゆる太陽の南中高度と一致するわけです。ということで銅鐸の使い方簡単に説明しましたので、続くビデオをどうかご覧になってください。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. One, two, three, four, jo, 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 mon jin. Five, six, seven, eight, jo, 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 mon jin. そして銅鐸の両側には上から下にヒレがついています。そのヒレは何のためかと言いますと、私はこのように考えています。最初の時はですね、銅鐸をこのように据え付けて東西南北をしっかりと、まあ、決めます。その時にですね、この銅鐸のヒレに合わせて石のような、例えば目印のようなものを置いておきます。まあ、こうしてマーキングストーンを置くわけですね。そして使わない時は銅鐸をしまっておきます。そしてまた次にですね、2回目の時、あるいは2回目以降にですね、銅鐸を使う時にはそのマーキングストーンに合わせて、まあ、つまりヒレに合わせてその銅鐸をもう据え付け直せばですね、まあ、それまでの手順を、まあ、東西南北を取るという手順をこのようにして省略できるというわけです。まあ、銅鐸のヒレはこのそのためにあったものと林博士は考えています。冒頭でお聞きいただいたのは、近くの考古館に飾ってある模型の銅鐸のその音です。模型です。考古館にはほとんど毎日のように小学生や中学生がやってきて、その鐘を叩いています。カンカンカンとです。そして無意識のうちにも銅鐸は鐘だと思うようになります。つまりこうして子供たちの常識は作られていきます。が、本当にそうでしょうか？それで良いのでしょうか？本当に鐘なのでしょうか？この模型の銅鐸を見ただけでも、おかしな点はいくつかあります。その第一、模型の銅鐸と
本物の銅鐸はまるで違います。模型の銅鐸はがっしりとしています。特に上部のヒレと呼ばれている部分と下の金の部分との接合部が違います。また本物の銅鐸ではヒレと呼ばれている部分が薄いです。本当に薄いです。中央部でやや盛り上がっていますが、上縁部や下縁部は薄い。本当に薄い。指先の力でも曲がるのではないかと思われるほど薄いのです。そんなヒレにロープを通し、木に吊り下げて叩いたらどうなるか。銅鐸のヒレは揺れた瞬間、付け根の根元のところで折れてしまうのではないでしょうか。根元は溶接しているわけでも何でもありません。また、ロープを通して木に吊り下げたのなら、その痕跡が残っていてもおかしくありません。あくまでも見た感じですが、指先の力でも曲がると思われるほど、ヒレの付け根部分は薄いのです。が、そんな痕跡はどこにもありません。ロープを通したという痕跡はどこにもありません。一方、模型の銅鐸の方は全体にがっしりとしている。どうがっしりしているかは皆さん自身で近くの考古館へ行き確かめてみたらよいかと思います。ほぼ全国のどの考古館にもそれが展示されています。一方、本物の銅鐸の方はそうでない。薄い。本当に薄い。つまり、ここに銅鐸の謎が集約されていると私は思います。が、この謎は銅鐸の謎だけでは収まりません。つまり、私たちが持つ常識の謎です。で、あのアインシュタインはこう書き残しています。常識謎というものは、その人が18歳の時までに持った偏見の塊である、と。わかりやすく言えば、常識ほど当てにならないものはないということです。その一つの例が、銅鐸ということになります。金だから金、と。銅鐸の鐸は、金という意味です。だから金、と。そして現在、考古館へやってくる子供たちにしてもそうです。模型の銅鐸を叩き、やっぱり金なんだ、と。そう思い込んでしまいます。つまり、こうして子供たちの常識が作られていきます。が、常識が悪いというのではありません。その常識があるからこそ、私たちはそれを常識として、その上にさらに新しい考えを積み重ねることができます。つまり、それまでの思考を常識とすることによって、それまでの思考プロセスを省略することができます。が、その一方で、同じ常識が新しいものの考え方を阻害することにもなりかねません。そうした常識をアインシュタインは偏見と言ったというふうに私は解釈しています。言うなれば間違った常識ということになりますが、一つや二つならともかくも、こうした偏見がいくつか積み重なったらどうなるでしょうか。銅鐸だけではありません。例えば銅鏡。銅鏡は鏡だ。例えば、前方後円墳。前方後円墳は墓だ、と。子供たちがどうなるかということではありません。子供たちがどういう偏見を持つかということでもありません。どうなるかを知りたかったら、実はあなた自身を見ればよいのです。あなた自身はどう考えているかとです。多分、私がこう言ったら、あなたはこう思うでしょう。銅鐸は簡易天文観測装置であったと言ったら、あなたは、そんなはずはない、そんなバカな、と。あるいはさらに一歩進んで、古代人にそんなものが作れるはずがない、と。それは通りも直さず、あなた自身が持っている古代人の常識、つまりイメージと違うからです。私たちが持っている古代人のイメージは、言うなれば原始人。粗末な衣服を身にまとい、木と藁で作ったような家に住み、縁人とそれほど違わない生活をしていた、と。が、それを私は偏見と言うのです。
つまり知らず知らずのうちにそうした偏見があなた自身の中に作られてしまったのです。高校間で無邪気に模型の銅鐸を叩き、金だ金だと喜んでいる子供たちの姿を見ればそれがわかるはずです。それは遠い昔のあなた自身の姿です。あなた自身を子供の姿にオーバーラップさせてみればそれがわかるはずです。が、銅鐸は鏡ではありませんでした。極めて高度な天文学知識を凝縮した簡易天文観測装置だったのです。簡易天文観測装置です。繰り返します。簡易天文観測装置です。それをこの動画の中で詳しく説明しますが、後の判断はあなた自身にお任せします。大切なことは、あなた自身が自分で考え、自分で判断することです。その上で、やっぱり銅鐸は金だということになれば、それもよし。が、もしそうでないなら、一度あなたが持っている常識をひっくり返してみることです。結論ということになりますが、もう一度伊勢神宮内宮外宮のですね、本殿のルーフトップを見てください。何故にこのようなルーフトップがついているかということですね。まあ、多分、まあ、考古学者の先生たちはいろいろな説明をなさっておられると思いますけれども、私、林博士は独自の立場、独自の検証方法によってですね、これもまた簡易天文観測装置の一つであったと考えています。つまりこの2つのルーフトップ、まあ、東西のですねルーフトップによって正確に、つまり真東から太陽が昇る日を知ることができたということではないでしょうか。正確にって言いますかね、太陽が真東から昇るその日の朝だけですね、このルーフトップの、まあ、東側のルーフトップが光を受けて、その影が西側にあるルーフトップに影を落として、そしてその日を示したということになります。で、太陽光線ですから綺麗に、まあ、この場合はですね、西側のルーフトップの光を消して暗い影を作ったということになります。で、結論はですね、つまりは伊勢神宮も天文観測所であったということになるのではないでしょうか。逆にですね、そうでないという方が無理ということになるのではないでしょうか。Thank you.